しほにゃんのくまの天女座チャンネル。はい、しほにゃんです。今日は那智勝浦の白蛇弁財天をご紹介したいと思います。干潮の時、陸続きになると歩いて島に渡ることができる、知る人ぞ知る財運パワーアップ神社、白蛇弁天です。ここには神の使い白蛇が住むと言われ、白蛇を見ると金運がアップすると言われています。弁財天はヒンドゥー教のサラスワティが仏教に取り込まれた呼び名です。ヒンドゥー教のサラスワティは川の名前であったものが女神となったものです。手に矢本や数珠、琵琶、水亀などを持ち、英知や学問、音楽の神様とされています。それではしばし私の音楽と白蛇弁財天社の絶景をお楽しみください。白蛇弁財天に行かれたら、ぜひマグロの竹原に行かれてください。ここのマグロ定食は超おすすめです。私たちは結構頻繁にこのお店を訪れます。天女座さんの紹介と言ってくだされば、おばちゃんもおじちゃんも喜びます。大きなマグロがゴロゴロしている定食です。季節によっては広めも出してくれます。新体堂の青木宏之先生のご紹介で岩沢さんにお会いしました。岩沢さんが35年間やっていらっしゃるマジックピエロ、熊野牛のハンバーガーとクレープのお店です。今は息子さんの代になっておられます。こちらは新宮の短角というところにあります。ぜひ訪れてみてください。店長さんの岩沢博文さんです。はい、ありがとうございました。今日は那智勝浦の白蛇弁財天をご紹介させていただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いします。